早いっていうか10月がもうすぐ終わるのがびっくし。すごいかぼちゃありがとうございます。ギフトもなんかハロウィン仕様になってるんよね。すごいなんかお菓子いっぱいもらってる。ありがとうございます。ハロウィンはコスプレ配信、いやコスプレ配信ねどうだろう、するかな。なんかちょうどリハ期間なんだよね。配信できたらしたいけど。クマありがとうございます。クマ最近はもう本当に絶賛リハ期間って感じでいろんなレッスンをやってます。一番は広島のグリーンアリーナのレッスンが多い。今日もやってきました。でもなんかもう人数が多すぎてなんかもう待ち時間とかもめっちゃあるんですよ。もうその時にずっとココアさんが剥いてるみかんの匂いがして、私はあまり果物が好きじゃないからそっと蓋をしときました。隣だったんですよ今日楽屋の席が。待ち時間も多い。そういう待ち時間は復習したりとかメンバーと話します。明日も頑張らんとね。まあショールーム、今日ショールームやったのはまあ私の顔でもみんなに見せてあげようかと思って配信始めました。見てください。今日そんなに漏れてない。めっちゃ上から目線みたいな。ありがとうございます。だってすごい訓練されたオタク、訓練されたオタク、よくニコ生、ニコニコのニコニコで使われるハッシュタグ。ご尊顔を拝見できて光栄です。だってなんかちょっとバカにされてる気がするな。最近私もなんかライブ配信を見る側に回ることが若干増えたんですよ。で最近なんかね TikTok の方のライブ配信をよく見てるんですけど、なんかもう本当に最近ねなんか推しの猫ができて、推し猫がいるんですよ。だから猫ばっかり載せてるアカウントがあって、でまあよく TikTok ライブをしてるのね、その猫が。でも全然飼い主も喋んないし、なんかテロップもなんか猫がコメント読んでますみたいな感じで全然喋んないんですよ。なんかもう本当に家族もなんか別に配信見てないからなんか普通に会話してるし、ただ猫が映ってるってだけの配信なんやけど、それを結構ずっと見てて、無言ってわけじゃないんよ、本当になんかそれの猫を飼ってる家族はなんか普通に家族の会話してるの、なんかなんとかちゃんが服くれたみたいな普通に名前とか出してるだけど、なんか猫はずっとムって顔してその場にいるの。でもなんかもうめっちゃ可愛くて、その猫がすごい推してるんですよ。でもコメント読まないから、その配信はだからタヌキみたいだねってコメントしたんですよ。初めてコメントをしてみたんです。そしたら、あ、悪口来てるよってその飼い主に言われて、私初めて読まれたしアンチコメだと思われてしまって、はやばいって思って、拾われて やばいって思って、なんかその猫に向かって、なんとかじゃん悪口言われてるよ、タヌキって言われてるよみたいな、
やばい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 と思ってすぐタヌキみたいで可愛いって打ち直して、まあ、そのコメントは読まれなかったんだけど、なんかいやコメントって気をつけようって思った。でも本当にね、なんかでっぷりしてるの、なんかちょっとボーンみたいな、だからタヌキみたいだねっていっぱいいろんなコメントしてた、なんかいろんな、でも唯一読まれた、初めて読まれたコメントがそれで、なんか気をつけようって思った。でも本当になんか何にもならない、なんか時間で言ったら多分虚無の配信だったんやけど1時間半ぐらい見てた最近。本当にね、ただただ猫が寝たり起きたり顔見つけたりする配信だったんだけど、ずっと見てた。だからさ、なんかコメントを読んで読んでっていうファンってすごいなって思った。なんか私はもうこんな思いをするなら一生読まれなくていいって思ったこんな自分の思ってることが伝わらないなら、直接だったら言いたいけど、こんななんか一個の言葉で誤解されてしまうなら一生読まれなくていいって思った。でもみんなはすごいじゃないですか、読んでほしいみたいな、もうただその一心でコメントするじゃないですか。もうすっごいすごい。でも私のファンはあんまりいないか、そういう人。でもいるじゃないですか、アイドルのファンの人って。すごいすごいすごい大事。でもそのコメントが流れることによって配信は盛り上がる。けなげやろ。え、けなげっていうか、え、すごいすごい、なんか血も見習いたい。そうなんよ、ありがとう、いつもコメントしてくれてなんかたまにね、なんかお話し会とか言われるのコメント読まれたことないみたいな、で、あ、ごめんみたいな、なんかそういう読まないつもりはなかったんやけどごめんねって思ってたんやけど、なんか改めて自分がコメントする側になった時めっちゃすごいって思った。気の利いたコメントできなくてごめん。え、全然なんか気の利いてるコメントなんてない待って、めっちゃ誤解読みそうな誤解めっちゃ誤解読みそうな返事の仕方したけど、なんか違う違う、なんて言ったらいいんだろうなんて言ったらいい、難しい。なんか昨日聞いたコメントもないけど気の利かないコメントもない、なんかかもなく不可もない、本当にわかるすまん、分かって、ちょっと伝わって、私もちょっとごめん、トラウマが、自分がコメントしたトラウマでちょっと何も言えねえ。そう、ありがとう、ほんまにありがとう、ほんまにありがとう、コメントしてくれてタヌキみたいだねに顔文字つけなかった、顔文字つけてない、なんか普通にいっぱいもう思ったことをそのまま打ってたから、なんかアンチ認定されてしまった。本当にそんなつもりはなかった。ほんまにほんまにすんまへんな。いやマジでね、コメントってすごい、本当にいつもありがとう。もういいよ、私は何も思わないから、もう昨日聞いてないコメントでも何でもいいよ、うん、何でも、もう流れてたらなんか嬉しいや、察するわ、変換するわ自分の中で、あ、これはこういうことだなって
多分もあの指が間に合ってないだけでこういうことを言いたいんだって、あの察するから大丈夫やで、任せてけろ。さっきメイクしてるのにすっぴんすっぴんみたいだねってコメント来たのも、すっぴんも可愛いねって言おうとしてくれてただよね。わかってるよ。この間おきちゃん見かけて話しかけようか迷った。嘘、どこでだろう。私なんかこの間お話し会でも言われたな、なんか新幹線降りたところで見つけたけどすっぴんだから話しかけなかったって。新幹線を降りたての私はもう不機嫌よいい判断かもしれない。別にいいんだけどね、話しかけても。新幹線の降りたてはもう、なぜ寝起き、4時間寝てるから寝起き、あと急いでる。みっちゃんあの寝てて広島着いて隣のメンバーにこうやってパンパンって叩かれて起きて、でもう何も準備してないから帽子かぶってとかいろいろ急いでバタバタで出てるどこで見つけたんだろう、街かな、街。なんかね、私ねよくあのスタッフさんとか街で会うんだけど、この間なんか後ろ姿で分かったって言われて、すごいな、よく分かりましたねって言ったら肩回してたって言われて、私ねなんかあの肩こりがすごくて、あの肩甲骨剥がしをよくするんですよ、家でもどこでも。で街とかも歩きながらこうやって歩くんですよ私、こうやってで、こうやって音を鳴らしながらこうやって歩いてて、なんかそれを街でやりながら歩いてたから分かったって言われて、めっちゃ恥ずかしかった。だから多分肩回してたらおきぽの可能性あるかも。でもこの間ねマッサージ行ったからだいぶほぐれたんよね そう音鳴るのいいよ、聞かせてあげる、 C だよ。こっちはなるんですけど、こっちは全然凝ってないんですよ。こっちだけめっちゃ凝ってる聞こえます？ありがとうかぼちゃ。痛みないの、痛みない。てかむしろこれはあの肩こりの防止のために回してる、肩甲骨剥がしっていう。これはマッサージ終わった直後でもボリボリ鳴るから、もうなんで鳴ってるのかもわからない。これをやりながら歩いてる人がいたらおきぽです。足首一緒鳴る。え、私も足首鳴る、一緒だ。足首もめっちゃ鳴るならないと思うけど、そうなのかな。でも絶対ねなる人はいるよ。やってみて、こうやってあのこうやってまず手を肩につけて後ろに回してみ。今君たちはめっちゃ間抜けよ、そんなことして一人で家で私の配信見ながら。恥ずかしくないの？スマホを置いてさ、やったんでしょこうやって、はあ、恥ずかしい恥ずかしい、やめな でも鳴る人は本当にあのおすすめ。ありがとう、タワー来た。ハロウィンのなんか木みたいな。タワーありがとうございます。
小鉢さん、ありがとう。お話し会もありがとう。こう秘宝なんやけどね、あのショールームのタワーを描く紙が今切らしてて、ちょっと後日書かせてください。ありがとうございます。しかと受け取ったぜ。何の木なんやろ。ギフトが全部ハロウィン仕様っていうのは分かるんだけど、この木は何の木、気になる木。魂ついてるけど。今日ココアさんがね、あのショーを踊ろうって言ってきてね、あのユニバのテテ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 テ、これをね練習したんやけどね、別に披露するところはない。テテ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 テゾンビダンス、ゾンビダンスっていうのかな、私全然ユニバ行ってかなくて、ちょっと詳しくは分かんないんだけど、アドさんの。バンザイ遊び、一緒に踊ろう、踊ろう。TikTok はね、あのこの間投稿されたんで、ぜひいいねしてください。ストリートスナップ、ストリートスナップを投稿されてます。 YouTube のショートでも上がってるかな。ぜひぜひ。ももちゃんのゆうかちゃんって最初気づかんかった。ももちゃんを撮ってるのは私じゃないんですよ。私はまた別の子を撮ったんで、まあそれはまたお楽しみに。撮ったな、パセリ。そう、パセリが撮ってくれてる。でもわかんないよね、なんかさ、撮る側のメンバーって顔も何も映ってないからさ、声だけでその判断しないといけないから。アノニマスさんの見て知りました。そう、アノニマスさんパロディーです。規模の声っぽい、全然違うけど、そんなに似てる。わかんない、自分じゃちょっとわかんないな。私ね、ちょっとキーを使ってボケてみようって思って、 TikTok なんかキーでボケてみたんですよ。そしたらね、今日アイコジのストリートスナップが投稿されてて、アイコジもキー使っててネタかぶりました。普通にかぶってびっくりした。そんなことあるんだ。やっぱちょっとアイコジさんと考えが似てるのかもしれない。なんか全然違う場所で撮ってるのに、なんか森もかぶってるし木もかぶってるし、びっくりした。いや全然違うんよ。撮ってる場所なんでって。まあまあ発想が似るということで。別のとこなの。別よ、もう剣も違うよ。なのにあんなに。友達もきちゃんハマってるらしいので連れて行きます。再販、あん、お話し会再販してますね。ぜひぜひ。この間楽しかったな。よろしく。ゆうか同棲してだって。ありがとう、コメントありがとうございます。答えは嫌です。すまんな。
君が嫌なんじゃなくて人が嫌なんだ。うん。残念。君だけじゃないから。全人類嫌だから一緒に住むのは。すまない。来世は猫に生まれてくれ。したら一緒に住もう。猫飼いたい。オッケーです。だって砂をもう一個ぐらい引き下がらなくていいんだぜ。わかんないじゃんね。一回断られても二回目三回目でオッケーもらえるかもしれないじゃん。早いよ諦めるのが。そういう世代なの。ゆとりとか悟りの次なの。たぬきにの猫になります。だってえら、えらすぎ。めっちゃわかる。私好きな人でも一緒に住みたくない。なんかやっぱカエル化とか起きちゃうから。この間さ聞いてほしい。なんかカエル化ってまた言われたんですけど、ちまいっきゅうにめっちゃカエル化現象言われるんだけど、この間ね2人でなんかご飯食べ行ったんですよ。デニーズデニーズ行ってドリア頼んだんですよ。ハンバーグドリアで2人とも同じやつ頼んだんですよね。でなんかハンバーグがポンって乗ったドリアだったんですよ。で私ねハンバーグを先に一口大に全部切るんですよ。でその一口大に切ったハンバーグの大きさに合わせてご飯を取って食べるんですよ。さマイキューがねなんかそれを見てて、なんかそれはどういう気持ちでハンバーグ切っとんって聞いてきたんですよ。でえみたいな、えってなんでって言ったら、理由によっては変えるかって言われてどういうことみたいな、どの理由だったら逆にそうなるんてっていうね。で私ね確かにマイキューの食べ方を見てたら、なんか全部をなんか全部こうあるとしたらこっから食べてたんですよ。だからもうご飯を食べてご飯とハンバーグ食べてみたいな、こういうやり方で、私はハンバーグを切ってハンバーグの大きさに揃ったお米をすくうタイプなんですよ。どっち派が多いんだろう。セーフでした。え多分セーフだったと思う。食べやすいからって言ったらあーみたいな、なんかそういう感じだった気がする。ちょっと忘れちゃった。うん。そのデニーズに行く前にね、なんかくるくるがなんかホテル前乗りでホテル行ってて、夜だったんですよ。まあ、夜6時とか7時ぐらいでくるくるが外にいてね、なんかすごいキョロキョロしてて、どうしたのって言ったら、なんか渋谷に行きたいって言ってて、くるくるが。でそのなんか渋谷になんか看板が、今くるくるとアンピーのなんかゲームの看板があるみたいな、それを見に行きたいって言ってて、でも渋谷までの原宿なんかどこだったか忘れたんだけど、なんか行き方がわからないって、で改札まで一緒に行こうって言って一緒に行って、でここからここ行って、でここで降りて、でこのここのここから乗り換えて、そしたら渋谷に着くよみたいな。で来る、もうなんかわかんないけど、なんかもうめっちゃ心配。こんなちっちゃい子、ちっちゃい子っていうか意外と大人だけどちっちゃい子がなんか大丈夫なのか。でも
なんか私くるくるの連絡先を持ってないから、帰れたらマネージャーさんに連絡してねって言って、でも今日 SNS 見たらちゃんと行けてて、よかった、なんか心配やった、めっちゃくるくる頑張れ、可愛かった、でもなんか母性発揮した、母性湧いた確かに母性湧いたかも。そうなんですよ、想像しただけでも可愛い、いや超可愛いよね舞ちゃん、おきちゃんの食べ方が気になるって、おっと今配信してるのかな、ちょっと待って、あずしすごい気にするよ気にするで そんなことやったらもう一生ショールームでご飯食べないから、私はプライベート食事のみになろう。今度聞いてみるわ、じゃあするんだ、え 気にするよ、だって私あれだよ、私の気にし舐めちゃダメだよ、私は走り方がキモいって言われたから中学校3年間運動会のリレーサボってたんだよ、体調不良とかなんやかんだ理由つけて、で中3の時に沖は嘘をついているって言われて、中3の練習まではサボれてたんだけど、中3の本番でいきなり走らされて心にとんでもないトラウマを打ったんだよしょったんだ、そうだよ、オキは去年も一昨年も出てませんってなって、練習もいなかったですって言われて、本番急に出されて、そうよ超絶トラウマよ。でも高校はなんかもう女子ばっかりのクラスだったから誰も気持ち悪いなんて言わなくて、高校は普通に走った、中学生は男女混合だったからもう積んでた個性、いやありがとう、そう言ってくれて、あ、もう終わりの時間が近づいてきてる、みんな急にお休み言うやん、ありがとう、ダイグ、ジェリー、バオバブ、カズノリ、ホック、ペル、シロクマ、トトジウンちゃん、セバンゴ、オチエトさん、テリーピーさん、チカちゃん、コバチャさん、ありがとう、コバチャさん、タワーもありがとう、早い終わるの、みんなも気づかんかったでしょ、バイバイ、お疲れ様でした、またタワーのレースするね、バイバイ、ゆっくり休めよ、おやすみなさい意外に長い、こっからが、バイチャラポー。